あの塩おにぎりランキング教えてもらっていいですか。どこのコンビニが美味しいとか、はい、スーパーが美味しいとか、まあ、飲食店でもいいですよ、うん、ここの塩おにぎりが美味しいって教えてください。はい、今食ってますけど、はい、あのあ それが一番美味しいの、うん、ファミマの。ファミマは、うん、ないそれファミマの。それなんていうおにぎり、塩おにぎり、森塩に瀬戸内のもしよ、ああ、うん、これはない塩おにぎりの中やと。これは2位かな。2位高いな。1位はセブンイレブンの、セブンイレブンの塩おむすびが一番うまいです。何が違うの。あの使ってる多分油が違います。え、油が違います。油、うん、油入ってるのそれ。多分セブンイレブンのやつにはあれが入ってる、あのオリーブ油的なやつが入ってます。オリーブオイル。あ、そう他のやつには入ってないです。そうなんや。それがめっちゃなんか潤滑油になってめちゃくちゃ美味しい。へえ、オリーブオイルの油ぎっしゅじゃないんや。あ、普通のにあの塩むすびよりは油ぎっしゅですけど、でもめっちゃ食べやすい。うん、え、その後ろの成分に書いてある、オリーブオイルって書いてある。あのオリーブオイルって確かに塩より、え、それも書いてある。これは入ってるんですか。これはなんかあの成分は、これ普通の油、あの普通食用油。これは食用油。あ、違う、食用油脂。へえ、うん、ダントツうまいです、セブンイレブン。あ、そうなんや、うん、へえ、うん、食用油脂、うん、植物油脂じゃなくて。で確かそのセブンイレブンのが植物の多分油、これは食用油脂、違うやつ。あ、違うんや、うん、どう違うのそれは。全然違う。なんかもうあの味が違う、旨味が違います。旨味、うん、どういう旨味が。セブンイレブン、なんだろうね。なんか塩がさらにこう引き立てられてます。あ、塩とオリーブオイル混ぜた感じね。うん、そうそう。あ、うん、え、大きさはどっちが大きいの、セブンイレブンとファミマは。ファミマのが大きいかな。あ、大きいんや、うん、量はじゃあファミマ、うん、味はセブンイレブン。そう。え、値段は。値段は一緒、180円。ああ、うん、じゃあなるべくセブンの、塩おにぎり食べたいの。うん、本当は。ああ、でもなんでファミマのおにぎり食べてるの、2位。まあ2位も2位で良さがあるからね。何が。お腹減ったからね。たまたま通ったから。そう。え、3位は何。ローソンかな。どう違うの、ファミマと。ファミマと2位と3位はそんなにあのあれないです。あのほぼ一緒です。ほぼ一緒。うん、で1位のセブンイレブンがもうダントツすぎて。4位は。4位。うん。4位。僕が作った塩むすびです。4位は。はい。それどう違うの。だからそんなにクオリティがあれなんで。最下位ってこと実質。そう最下位。ああ、わかりました。はい、あ、終了。終了。